これは異常事態だ。あの二人に連絡を取ろう。はい、切符を拝見。呼ばれて飛び出たくぽー。よく来てくれた、古き友よ。さてさて、どうしたトンちゃん。ああ、いつから私はトンちゃんと呼ばれているんだ。チャキッと話すくぽ、トンプ。いや待て、二人とも、いつから私をそんな風に呼ぶようになったんだ。いつからって、やだな、今さっきだよ。世間では仲良しは相性で呼び合うものだって聞いたくぽ。だからそうするくぽ、トンピ。待て、お前らツッコミどころが多すぎだ。じゃあ例えば、私がお前らをサバッチ、マーゲリンなどと呼んだらどうするつもりだ。どんとこい、どんどん。オッケー、クポ、トンピョン。わかった、もう何でもいいが、ブーブー泣きたくなるような名前は勘弁してくれ。ほう、なるほど。霧を媒介にして、たとえ異界でもつなげてしまう、この不思議な闘技場が突如巻き起こった原因不明の混乱により、ミラージュたちが暴れ回っている。ノクポね。解説ありがとう。そういうことなのだが、よかったら二人の力を貸してほしい。サボッチ、マーゲリン。おほほ、わかったぞ。大船に行ったつもりでいるがいい。もちろんクポ、みんな仲間クポ。ありがとう。しかし、このミラージュたち、まるで何かから逃げているように感じないか。ただ暴れてるだけじゃないクポ。確かに、まるでこちらが追いかけているような錯覚に陥るでありますな。だいぶ手ごわいミラージュが増えてきたな。さすがの私でも足に限りが見えてきたかもですな。はっ、合体クポ。合体？そうクポ、あのデコボコ兄弟みたいに積み上がるクポ。確かに、あやつらはそうやって強くなってるですな。では順番はどうする？それはリーダーが決めるクポ。ちなみにリーダーはじゃんけんで決めるクポ。いつも船長とやってるクポ。じゃんけん。じゃんけんクポ。はて、これは誰が勝ってるのやら。そもそも我らの手では。やったクポ、モグの勝ちクポ。はということで、リーダーのモグが順番を決めるクポ。まあいいか。さあ行くクポ。少々頭がかゆいですな。動けん。こなあ、もう本当にこれ師匠の修行なの？人の声だと。サマーソルト。ミラージュたちが逃げ回っているのは、あの娘が原因ではないですかな。そのようだ。よし、あの子を止めるクポ。何で来たって負けないわよ。メテオストライク。強い。これでは。みんな耳を貸すクポ。よし、
やってみるでありますか。うん、行くぞ。私はここだ、格闘少女よ。また出たわね、サボテン退散。さっと、え、避けた。懐かしくも感じるぞ、この焼き鳥。あ、いやいや、やり取り。さあ、私はここだ。そうです、私がトンベリです。それちょっと痛かったわよ。今だ。クーリプルモグスペシャル、クボンキュー。見事成敗。この子はグリモワルに返しておくとしよう。どうやら最強コンビここに誕生、クボね。ですな。